はい。ということで、気象音階でございます。はい、お願いします。えー、今回は、こちらの企画いきたいと思います。はい。教えて、都市伝説。よ<っ>はい。都市ボイスが話したいことを話すコーナーでございますけれども。はい。今日はですね、あの、あなた、あれ見てますどれですかあの、かわせ。<laughs> 見てるか。 やってないですから、僕は。やってる、やってないも、あるけど、ニュースってすごい言ってないですか、最近、やってるね、ずっとやってます、た多分めちゃくちゃうるさいと思うんだよ、テレビ見てたら。円安とかも関係あってそう、円安とかさ、米国株がいとかっていうのを、結構やってると思うんですよ。米国株は見た、すごかったらしいね、もうそれこそ、過去。 なかなかないレベルの悲惨な状況になったり俺、知り合い一人が、あの、数百万やっちゃったと言ってた。溶けたってんでしたっけあよかったよかった。って言ってた。首つったとかじゃなくて、じゃじゃいやいや、び数百万溶けたっていう金持ちが言ってた。まあまあ、そういうレベルなんです。でしょで、円安もね、続いてる日本でございますので、まあ、あの、円安になるとどうなるかっていうと、まあ、要は日本で買い物したときに、 あのもう物価がどんどん上がっていくわけですよだから結構大変になってくる可能性があるんですよね家計が、うん、そうなった時にやっぱりあのどうするかってなった場合、うん、副業をしようかなっていう考えが出てくるわけですよだからといってでもいきなり副業を始めろって言われてじゃあ何やりますかってなった時結構 まあ選択肢、そんなにないじゃないですか。要は、その本職の方を圧迫しないぐらいの時間を使って儲けられるというのは、なかなか難しいですよ結構、本職も会社員の人とかさ、うん、まあまあ、大変なわけじゃないですか、大変ですよ。普通に考えて、うん、じゃあどうしようっていう話なんですけども、何やるのそしたらやっぱり重要なのは、アイデアなんですよ、うん。アイデア、確かにね。アイデア次第では、もうそんなに労力を使わずして儲かる可能性もある <laughs> ということなんですけども。うんうん なんで、今回は、あの、信じがたい、儲け方を、ちょっと、いくつか紹介したいなと思います、うんうん。これさ、喫茶店あったネズミ小屋で。<laughs> 完全にあなたがやってること、俺に。この後の、のってるテンポもの、ね。そうそう、ゆっくりわかるように、<laughs> ただ誠実に見えるように。完全にネズミ小屋あのっ熱入ってくからね、うん、徐々に 知ってるみんな稼いでるのみたいな。だから、君も仲間入りしてほしいと思って。みたいなね。このままじゃね、あなただけ取り残されるになっちゃうからね。あって、声上げた時にはもう、あなたはどこにも行けなくなっている。って言っね。怖いんだから、あれ。今ですよ。今、今やらないゃそうそうそう置いてかれるよっていう。参戦まあそうですね。参戦ではないけど、いくつかちょっと紹介したいです。はいはい、お願いします。で、これはね、 やっぱそのいろんなタイプがあって、うん、例えばこれ一つ目ね、はいあの、先を読む力があったら、うん、こういう稼ぎ方もあるぞっていう、まあいい例があるんですよ。うん、あの常にですね、うん、先見の目がある人は、まあ,あの、成功する確率が高いということなんですけれどもれ、うんえー、クリス・クラークという方がいらっしゃいまして、うん、この方はあの、 インターネットがまだ一般家庭に浸透していなかった、1994年にあるものに目をつけたんですねうん、うん、それが何かというと、うん、ドメイン。だウェブサイトでいうアドレスのことなんですけども、うんうん、これが、あの、絶対将来的にすごい大金になるって思ったんですって。いや、俺は、そこはよ、よく行くね、そこにね。うん、思わないよね、普通ね。まあ、あの、なんかさ、うん、ちょっとした、 あのブームになるとかはありえるかなとか思うじゃないですか、うん、お金、だからビッグマネーが動くかどうかっていうところまでは頭いか分かんないじゃないですか、うん、1994年ですからね、4年だからな、<で>一般家庭にパソコンないからね、そうそう、そもそも大してね、うんそう、でもこれが間違いなく将来的に俺を助けることになると考えた、ねうん、じゃあ、どうしたかというと、ピッツァ .com っていうドメインネームをいち早く取得したんですね。うん、で 以来、そのドメインを保持するために、うん、年間20ドルをずっと支払い続けてるんですよ、うん、で、それから14年経った2008年に、うん、インターネットの利用がどんどん当たり前になって、うん、企業がネットでビジネスを行うようになったタイミングで、うん、彼はこのドメインをオークションにかけるんですす、ね、うわすっげ頭いいなそのオークションで落札額っていうのが、はいえー、260万ドル。 当時,の当時の為替でいうと、億万円になったす,すっげえ、これってすごいことですよ、20ドルを払うだけで、14年間、20ドル寝かし続けてるんですよ、<ー>結果、2億8600万円を手に入れるという、これだけのことなんですよ、絶対に来ると思ってたんだ、にそうそうそう、ね年,間ね、年間20ドルって、だからそんなもう、数千円そうですね。うん をずっと払い続けまあでもこの払い続けるのももったいないで途中でやめちゃったらうん、うん、もうこの恩恵は得れなかったわけですから、うん、かなりの確信を持った、うん、あ戦型の目があった方っていう感じなんですけどもだからそのさあのどん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 寝かしていって、うん、どん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 多分これ値打ちが上がるだろうなっていうのも見てて楽しかったろうねいやね、うん、多分その時代がどんどん追いつくタイミングというかね、うん、をこう うん、自分で置いていくとか、ね。多分そのタイミングなんかあったんだろうね。うんうん、そのタイミングで出すからこそいいみたいなのが。そうそうそう。あすごいね。頭いいわ。これに関してはやっぱり相当な、あの、自信と、うん、あと、ま、行動力ですよね。素晴らしいです。何の役にも立てないものに20ドル払い続ける勇気、うん、これがある方はうまくいくという、ええー、いい、まあ、例じゃないかないと思いますけど。素晴らしい。先行投資というか。これ、これよ。うん、これ アイデア。アイデア。そうですね。そうなんです。素晴らしい。で、これ、これはね、逆に、ちょっと弱点とか、うん、その自分にとってマイナスかもしれないっていうものを、うまくプラスにか変えたというパターンが、えー。マイナスがお金になるってこと、うんまあるんですよ。マイナスっていう言い方も、ちょっと微妙なラインなもんだけど、うん、あの、あるですね、家族で、うん、えー、起こした。 ビジネスなんですけれども、うん、あの15歳の少年がですね、うんえー、家中暇さえあれば掃除してたんですよ、うん、で親もねなんでこんなにまあすごい掃除するのかなっていうぐらいもう必要以上に掃除をすると、うんうん、でちょっとやっぱこれはおかしいかもしれないということであの お医者ささんんににったとところ、うん、脅迫性障害という,ふうに診断されるんです、ねはいはい、つまりこの少年が極度の掃除好きっていうのはまあ言ったらその症状だったわけなんですよ。うん、でじゃあその強迫性障害っていうこともあってまずじゃあ強迫性障害って何かっていうと、うん、自分の意思に反してある考えが頭に浮かんで離れずに、うん、その不安を振り払おうと同じ行動を繰り返してしまうみたいなことなんですけれどもこのえー。 イギリスのですね次野君っていう子はですね、うん、えそれがまあ掃除だったと、うん、でその掃除を、まあ、や,やらないともう気が済まないんですよ、うん、でどうしようかなってなった時に、まあ、診断された直後にですねお母さんが息子にあるものをプレゼントするんですよ、うん、でそのプレゼントっていうのがなるほどっていう、ね、当てたい簡単それ当てるの うん。かなりヒントが出てるね。掃除がすごいし、要は散らかってんのが嫌だと。脅迫感連で掃除しないかんというのに取り憑かれてると。その子にあるものを渡すことによって、大金を儲けることになると。うん、うん、まあ、そうだね。うん、ええー。ある程度のビジネスになったっ俺多分家とか部屋とかの掃除じゃないと思うわ。うん,う,んう,んうん、うん。この綺麗好きっていうのは、部屋じゃなくてそのネットの <laughs> とかなんじゃないかこの掃除っていうのが。<laughs> デスクトップを。そうそうそう。そういうること,ことみ,たみたいな。でもそれとは別に他の人やるからな。<laughs> う,んうんうん。あれにしようか、じゃあ。うん。しようかって,って家じゃなくて、広げてちょっと。<laughs> うんうん、うんうん。自然界にしようか。<laughs> うんうん。ほんまに誰もやりたがらない汚いとこ掃除させるとか。<laughs> ああ、まあまあ。<laughs> まあいろいろ問題は出てきそう。そ汚いところを掃除させるっていうのはどうこれ。 まあそれはね、それで、お金には、うん、本当にも誰も、なるでしょうけど誰も触れたがらない、誰も騒ぎたがらない、誰も行きたがらない、汚い、くっせえ場所を、その恋想を追いさせるっていうのが、これ、答えじゃないうん、うん、いや、えー、違います。ああ、違った。うん、じゃあ何ですかちょっと炎上しそうなやつなんでね。<laughs> その子やったらね。あの、正解は、プレゼントしたものというのが、うんえー、車の洗車用キットを送ったんですね。はで、車の掃除を、うんえー まあ自分たちの車とかもあるじゃないですか。うん、っていうのをさせよう、させようとか、まあしてもらう方がいいんじゃないかということで、うん、で、まあ本人もやりたいからやるんですけども、うん、で、それが徐々にその、身内から、今度親戚になっていって、うん、1> で、一回700円ぐらいでこう、やってくるわけですよ。うんはい、そうなると、次家役もどんどんこう、さらにやりたくなってきちゃう。お金も欲しいしね、<う>もらえるし。で そのうち自分から近所の車も掃除していいかという方になっていくわけです。身内だけじゃなくてね。そう。で、それが SNS とかを通じて徐々に徐々にこう広まっていくんですよ。うん、とんでもない戦車好きの,あの子供がいるぞとそうんうん、で、まあそういうのもあってちょっと話題になりまして、あの十数人がその次回役のためにと駆けつけるみたいなことがまあ 怒ってで気が付いたら道路にどんどん長い車の列ができるようになって、えー、でまあ最初はまあちょっと安く5ポンドとかでやってたんですけど、うん、700円ぐらいでやってたんですけど、うん、みんなその掃除の出来がいいっていうこともあって、うん、倍払うんですよ、うん、だからみんな10ポンドずつ払っていくっていうことでそうそう、うん、によってまあ徐々にですねその単価も上がっていきっていうことで。うん あの仕事になっていくわけですよ、うん、で今度それをまあ見ていた人たちが今度出てきて今度は週末にあるあの店の外にあるところでやってくれないかとかっていうので、うん、どんどんあのテントとかを作ってあ集客に使うんだそうテントのあまあ設置をしてそこで今度洗車をいろんな場所でやってみないかっていうことで、はいうん、洗車ビジネスとして、えー、まあ成立するようになっていくいへえ だから全然、その本人もやりたいことをやっている上うそうお金にもなるしってことで、うん、その本来ならまあみんな、ね、嫌になって途中でやめちゃうようなことも、うん、まあ本人がすごいやりたいっていう熱意があるものになっていくっていう感じで、うん、まあビジネスとして成立したという,うまあ,ある種、お母さんのファインプレーでもあったんじゃないかというようなお話なんですよね。これもかなり 賢い稼ぎ方ではあるね。まあ、街のスター化するでしょうしね、その男の子も。なんか、街おこしにも使えそうな感じがしてて、いいですね。まあ、だから、子供もこれが本人が嫌ならね、ものすごい問題になるんだろう無理やりやらせちゃダメですけどやりたくてしょうがないってことなんで。で、まあ、そういう方法もあると。で、じゃ次、これがね、これからがいかになんか。 アイデアで売っていくかっていう感じの話なんですけどもちょっとアイディアというよりはもうビジネスに近いような匂いがそうですね、うん、相当ちょっと難易度が上がってくるんですけどもまず次、えー、普通に水をですね、うん、ただの水が売れまくるようにしたっていうやつがありまして、えー、ビジネスアイデアが、はい、まあコンビニでミネラルウォーターとかまあ買うと思うんですけども、うんうん、あのー まあそういういちょっとなんだろうな水道水よりきれいとかさ、うん、ちょっと軟水、硬水とかさうん、うん、なんかそういう付加価値が多少あるじゃないですか、うん、でもそういう要素なしのただの本当にただの水水道水みたいなやつが、うん、どうして売れるか飛ぶように売れるような方法を思いついた人がいるんですよああ、もう完全に分かったわあのー、美女のことですね美女が人なめしてそれを男が買うっていう、うん。 だから、その人舐めした人の顔が乗ってるんですよ、プリント、私がペロペロ舐めましたみたいな、それじゃないあのまあ、売れそうだな、それはそれで、なんか、女性が、すごい美人が入る、ミセラの一個で、パンティーみたいなね、あれに近いような、どうですか、ええまあ、方向性としてはそんなに間違ってないんだけど、そうなんだ、あのね、すごいシンプルなことなんですよ、どういうアイデアですか、あの、500ミリ缶に入ってるんですね、このただの水って、まあ、普通のね。 で、パッと見はビールの缶そっくりなんですよ。うん、で缶の前面にあパンクロッカーのジャケットみたいな感じで「うん、リキッドです」と表示されて、うん、これどういうことかっていうと「乾、うん、きを殺せ」っていうキャッチコピーをつけてるんですよ。うんうん、で中身はただの水なんですけど、うん、その パッケージがかっこいいっていことで、えー、このセンスが受けてリキッドデスはバカ売れするとパッケージとネーミングで売ったんだそうそれこそもう本当にすごいねそうでしかも嘘もついてないわけですそう、ね、別に、うん、そのビールですで出してたら大問題だけど、うん、あの渇きを殺すものです、うん、っていう言い方まあ渇きは殺せるしね水でうん、うん、っていうことでこのシンプルなただ 外装を変えるだけで中身を一緒にしてえ、うん、あの売れるという面白いまあアイデアでこういうのも一発だよねとてつもなんか頭いいな、うん、さらにもう一個難易度を上げたものがあって、はい、石あるじゃないですか石、うん、そこら辺にある瓦にある石ああ、うん、この石をどうにかして売った人がいるんですよ、うん、ええー、石なんか売れるかい <laughs> これに付加価値をある意味つけて、手のひらサイズの石があるじゃないですか。水切りとかやるぐらいの大きさの。うんうん、この石をじゃあ、あなたは売ってくださいと。うんあうん、どうやって売りますかっていうところで。その石に欲しがってる人の似顔絵を描くとかはえもう違うじゃん。<laughs> ちょっと分かんない。似顔絵を石に描くんですよ。そのこっちのね、平べった石に。おうおうおう 自分、それぞれ自分の似顔絵の石を。違う違う。<え>石はまず何もしない。え石は石のまんま売る。加工しないの石自体には何もしてないんだけど。じゃあ、人並みもダメじゃん、美女の。うん、まあまあ、そうだね。え売れるそうだね。この石を、まあ、例えばパッケージングみたいなこととか、うんあ。分かった分かった、じゃあ、神の石って言って、ある,ある団体が売るっていうのはどうですか <laughs> 普通の石なのに、神の石と、能力がすごく詰まっていて、これを1個買えば、あなたの家で起こっている霊障というのは全てなくなりますよ、取り払いますよって言って、ただ、それだと、もしかしたら、あなたたちもね、心配かもしれないから、これ、もう3つつけると、5万円なんです。うん。これじゃないなるほど。正解だけどね、それ。売れるだろうけどその人が、信用に当かる人だったらね。 ちょっと違うな、もっとアイデアなんだよね。いいアイデアだなって俺はちょっと思いましたけども、これをですね思いついた方っていうのは、ゲアリー・ダールさんという方で、広告会社に勤めていた人なんですけど、ある友達とですねバーで飲んでいるときに、ある話をするんですよ。っていうのが、その、ペットを飼っているんですよ。ゲアリーさんの友達が。 でもう、まあ、癒されることも多いんだけどあのとにかくいろいろ苦労が尽きないと、うん、大変だなあっていうことをまあ言ってくると、うん、その時にピキヒンひらめくわけですよニュータイプだギャ <laughs> リーさん、うん、餌をやる必要もなければ病気にもかからないし、うん、何のトラブルも起こさないペットを見つけたぞって言うんですよやっぱそれが石なんですね やばいよそれうん,ん手のひらサイズの石をペットとして販売することにしたと、はい、その名もペットロックと、ね、ペットロックみたいに <laughs>、うん、ペットロックペットロックねでこれがちょっと洒落てるのが、うん、あくまでペットですから、うん、呼吸をできるように空気の穴が開いている箱に入れて販売をしていて飼、うんうん、う上での注意事項とかを記載した本格マニュアルも同封したとえどうやってっていうことによって、うん そもそも売れるような石ではなかったのに、それに価値をつけて、一つ4ドルで売ることによって、いや、これ売れないでしょ。億万長者になることになりました。売ってんのそうなんです。売れたのこれが売れに売れたということなんです。ペットロックうん。しゃれてる面白いって。かやね。アイデアって。はぁいや、アイデアと、いや、なんではぁなんだよ。いや、アイデアと分かってしまったら、アイデアって売れなくないものって。 なんか、これがなんかわかんないけど面白いって言って買うのはわかるんですけど、アイデアーって言って買うやつはいないと思うんですよね、俺。なんかわからんけど、なんかみんな凍うてるから、買っときゃわかるんですよ。アイデアに払うって。アイデアに払うは、そうみんなが思っちゃったら、もうそれは売れないですよ。アイデアとバレたら。お、そう。うん。おもろいと思ったら買いますけど。おもろいと思ったんでしょうね、多分。の人は。ね。なるほどっていうか、なんか皮肉が効いてるじゃないですか。飯あげんでもいいし。うん、そうそう。あの、 たっちみいなもんだから死なずしていろいろ遊べるっていうまあね命をもって遊ぶっていうねみたいなことなのかなっていうやつがあったりとかあとなかなかさ売れないものが残っちゃったっていう場合があるんですよ売れ残り商品そうそれって何が売れなかったかっていうとキャンドルなんですよ 売れんなと、うん、どうしようかなってえどう売るのろうそくなんかっていうことになった時に、はい、あ,のある銀行マンがジェフリー・ベネットっていう人なんですけどうん、うん、この人が、えー、会社を立ち上げるんですよ、うん、キャンドル会社をね、うん、でもそのキャンドル会社が他にはないキャンドル会社でうーん 今までのそのキャンドルとは一線を画す改革をしたんですよ。うんうん。それが結構売れた、うん、ということなんですけど。これはね、うん、多分これこそ、でも、細工をしないと売れないでしょそうです、これに関しては細工はしてましたね。そうですよね。うん、えっと、じゃあ、炎の色を変えるとかは<ー> 色が変わったりとか。いいアイデア。うん。そうやって褒めてくれるのいいアイデア。そうではないそんな分かりやすいものじゃないそうではないね。そういうのってでも意外と売れないんだよね。そうか。分かりやすいかな。あの、競合他社も多いしね。確かに。唯一無理な方がいいんですよ。簡単に真似できるしね。そうそうそう。それ簡単に真似できない真似はできるんだけど、しようと思う人がいなかったって感じ。じゃあさっきの。 ヘッドロックと同じ感じだ。あー、まあ、ま、アイディアの意味としては。なるほど、そう、知があったかっていう感じ。その方法があったかって感じ。えー難しいな。ろうそく。うん、そもそもロうそクとして売ってないんじゃないかもう。お<ー>おお<ー>。ろうそくの機能は果たしてるよ。あ、火はつけるのうん、火はつける。じゃあ、うわ、難しいな。めっちゃ、ああ。 変な形してるとか。ああ、まあでもそういう感じになるよね、多分。うん、多分見た目とかが違うんだろうなと思うんですけど、でもそうやってみんなやってるしな。ええ、やっぱり。最後いい最後。美女がペロッと舐めたんじゃないああ。キャンドルを。で、火消すんだ。そう。ああ。それ、いくらで売れはいいんだろうね。美女付き。いやいや、美女付きだったらもう8000円とか。いや、そう。ああ、ちょっと無理。何ですかえ、じゃあ何ですか これすごいシンプルなことだったんですよ。アロマキャンドルってあるじゃないですか。アロマキャンドルではあるんですけど、アロマキャンドルってみんないい匂いさせるじゃないですか。それが仕事ですから、あいつらの。逆よ、逆。くせえってこと臭いキャンドルばっかり売るんですよ、ここ面白い。おならの匂いから始まり、ゲロ、腐敗臭、ガソリンなど、何でもありですと白い。濡れた犬の匂いとか。とにかく変わった。 臭い匂いとかを、えー、キャンドルとして販売することによって臭いキャンドル屋として名を馳せるというかうこれ何需要がどこにあるんだよって思うじゃないですか、はい、やっぱあのプレゼントとかだと意外と盛り上がるんですよね分か<ー>るわパーティーとか、うんうん、ってことで例えば嫌いな人へのプレゼントとしてもいいですし、うん、いろんな使い方ができるぞってことではい、はい 全く逆の発想によっていい匂いをさせようっていう業界にはかざを開けるようなアイデアをという感じなんですよねまずい棒だったもんねうまい棒の逆ああった、うん、それもすごい売れたって聞いたわ売れたんあれ売れたっていうか<ー>すっごい興味ある人がいたっていう聞いたまあでもそういうことなんですよ、うん、ちょっとしたものの逆とかを言ったら意外とすぐいけたりするっていう、うん、まあ話なんですよね面白い なんでまあ皆さんもねあの他にもいっぱいあるんですけれども、えー、まあ身近でできそうなものとかちょっとちょっとだけアイデア変えたらこれいけんちゃうっていうのは意外とやったら成功するかもしれないというそんなお話でございました。